ジャイアンツ、ヤンキース、日本時間2日、サンフランシスコ。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が1日、日本時間2日、敵地で行われたジャイアンツ戦で両リーグトップを独走する21号先制ツーランを放った。3試合連発、3戦4発の勢いの止まらないバットに、球場はどよめきに包まれた。動画、193センチの大谷翔平が、小さく見える。野軍ジャッジ&スタントンと並ぶシーン。初回1試1塁、右腕ウェブの9球目のチェンジアップをすくい上げると、打球はあっという間に左中間席へ。464フィート、約 141.4 メートルの特大弾だった。この日に痛いだったタッカー、アストロズ、がツインズ戦で19号ソロを放っていたが、再び2本差しに引き離した。ジャッジは前日5月31日、同6月1日の同戦で今季初のマルチ本塁打。量産体制に突入しており、これで驚異のシーズン56発ペースとなった。